こんにちは、団長こと高吉です。違うか。かっこいいでしょ。さあ、当分ねこのドリアで生かしていただきたいと思います。団長の高吉。あ、違うか。くでえなーってね。はい、かっこいいよね。ねえ、ただのマフィアじゃねえかって。ねえ、あ、まあ、そもそもそんなことないけどね。ねえ、はい、ということでね、今日はね、まあね、恒例のねぶらげ動画、また高吉ちゃんってね、もうそれしかやること最近ねえのかって。違う、本当にもうね、そう、見て、高吉やっとね天地100になりました。まあ、中吉ちゃんが100、まだ97ということなんでね、ちょっとね、まあそろそろ2人ともねカンスト目指して、あと何特訓もカンスト終わりたいなってね、はい、地獄の特訓が待ってますよ。はい、まだ1919ポイントしか溜まってません。本当に長い。ねえ、特訓もあるし、経験値のレベルも上げもあるし、やりたいことめちゃくちゃある。そう。ね、なおかつ装備も欲しいっていうね。あと、金策もね、やりたいなっていうね。はい、そこの君、はい、全部の夢をもしかしたら叶えますというね、ね、モンスター、戦ってまいりましょう。はい。その名も首狩り族、行ってまいりましょう。え、首狩り族、本当かよってね。いや、ごめん、嘘ついてるかもしれん。うん、ちょっとごめんなさい、本当に。まあでも見た感じの経験値的にもね、ソードマカブルと同じぐらい、1533ポイントもらえるし、まあ特訓ポイントもなぁ、これ2ポイント、2ポイント、そう、ソードマカルが僕、特訓ポイント3ポイントもらえるんだよね。まあ、まあ2ポイントもなかなかね、数倒せばね、結構なると思うんでね。あと、まあ装備、落ちる装備がね、クイッククラブ、クイックブーツ、ヘカトンケイル、シャーマンシールドっていうね、感じでね、シャーマンシールド欲しいよね。欲しいな。シャーマンシールド欲しいな。あと、クイック。そう、道具とかね、魔戦のね、装備がちょっと欲しいなってね。まあ、ね、結構一ランクしたのね、あの装備だけど、ね、長くクイック系はまだまだ使えるからね、開幕早読みね、100% ということでね。まあ今、クイック装備とね、あの、ヴァンガード装備で分かれるっていうね、まあ、必殺が来るか、開幕 100% を取るかっていうね。はい。そういうね、議論がなされてる、まあ、世間一般ではなされてるんですが、まあ、その中のね、クイック装備の件をね、こいつ落とすんでね、ちょっと行っていきたいと思います。そう、あとは金策って、じゃあ金策なんなのでね、こいつナイトメアリーフ落とす。うん、まあ、ちょっと有名だよね。ガチのね、金策職人の人からすれば、ナイトメアリーフこいつ落とすんだよってね。まあ、それ落とすかどうかわからんけどね。こうね、レアドローをつけてる旅芸とか一緒に行ってもらえれば結構落とすからね。まあ、ちょっとやっていきましょう。はい、っていうことで、ちょっと元気ね、中吉ちゃんしか使えないんだけどね、まあ、口頭で述べさせていただきます。ではね、行ってきましょう。はい、お待たせいたしました。ここ、闇の了解、いや、そう、闇の了解で闇の変国かな？のね、F のね、6か7、もしくは、まあ、もうちょっと上の方にもいると思う。こうね、あとね、新居ナドラグラムにも、出るらしいんだけど、新居の方はね、1から2匹しか出ない。そう、ここの闇のね、首狩り族は3匹出るんでね、まあ、ちょっと数が多い方ね、3匹出たらラッキーなんでね、数が多い方に行った方がいいかなと思い、こちらに来ました。ということでね、ちょっと早速ね、やっていきましょう。はい、チュンキちゃんの方に、元気玉ですね。もう、元気でいいよ、もう。ね。ほい。で、ここから遊びじゃないか。元気玉使った瞬間遊びじゃない。おっと、こいつ逃げるな。バーサーカーとちょっと違うよね。まあ、バーサーカーね、前のバーサーカー動画はちょっとね、悲惨でしたよね。もう出ないし、強いし、ね、経験値うまくねえしの、もう三種の神器揃ってるからね。あ、こいつ、あ、弱い、あ、弱い、じゃんねえってね。はい。さよならってね。さあ、首狩り族、結構うまいよね。経験値。あ、7500、上2匹で7、え、1匹 !1 匹ってね。はい。じゃんねえってね。はい、このね、かわいいプクリポちゃんがね、サングラスかけてプクリポちゃんがね、なんかあれだよね。
オペレーターみたいなね、サングラスかけてワイルドなオペレーターみたいなね、感じのね、あのプクリプシャンがね、頑張って倒してみましょう。はい、首海賊って2匹ってね、はい、うわーい、タカキチだーって、タカキチで気持ち悪い緑のやつだったら殺しようぜ、殺しよう、早く殺しようぜって、ね、うっせえこの野郎、うまい、早し、早しね、この野郎。大丈夫か、違う、違うか。さあ、そう、クイック装備、そう、実は僕、クイック装備、まあ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 、クイック装備より、ヴァンガード派なんですけどね。うん。まあ、なんでかというと、どっちかと必殺系が、ね、道具使い、特に僕、道具使い結構やるんでね。必殺がね、結構何回か来た方がありがたいんでね。まあ、魔戦もそうだよね。魔戦も必殺側が来たらいいか。ただ、開幕で 100% 早読みがかかるっていうね。まあ、効果も捨てがたいしね。あれでかかったら結構ね、バイキとかね、楽だからね。重くない。バイキほんと重いもんね。バイキルとかけるの。ね。ダークキングの時もイカもそうだったけどさ。まあ、遅い。バイキの早読みの宝珠僕も入れてるんですけど。それをつけててもね、あんまりその効果がない、まあ、ちょっと多少早くなる感じかな。ただやっぱ遅いからね、遅いもんは。だからこのクイックソードもなかなか捨たもんじゃないって。またあとはあの 5個装備してない、5個って5箇所装備しないといけないからね。まあそれがちょっとねネックかなって。ヴァンガードとかさ、あの救命手下あるか。ヴァンガードは、そうだよね。4種類、下がないもんね。下フリーだもんね。うん。ヴァンガードは、なかなかどうして、ね、有能だと思うんだけども、この早読みね、早読みの杖がね、かなり優秀だと思うんでね、クイックも欲しいなっていう、ね、思いから。ちょっとクイック装備もね、一回試しに使ってみたくて。うん。最近どう？みんな、装備買っても、どうなんだろうね。装備もあの、まあ、武器、防具、まだ新しい防具が出てないからあれだかもしれんけど、どうなの？今の時点で装備を、武器を買おうっていう気がしないもんな。まあ、あれでもらえるしね。あの、最近のね、防衛軍で。だから、どうなんですか？儲かってます？職人の皆さん。もう最近めっきり僕はランプ職人やってないですけど、しかも前できたね、あの光 28% ねえ、全然売れなくて、もう諦めかけてるんですけど、半分。うん。もっと出たって、はい、水の補充、残念、ナイトメイリーフじゃないよ、高吉ってね。はい、僕でも鑑定式で、うっせ、悔しい、ナイトメイリーフよ、どうせなら欲しいな。ねえ、欲しいよね、どうせやってんなら。あ、クイックソイム落としてくれ。うん。そう、どうなんですかね、職人の皆さん。息してますか？まあ、でも、あの、チーム内にね、ガチ職人の人がいるんですけど、その人は結構儲かってそうな、ってことを言ってたんですけど、毎日ね、何をしてるかと思うと、ずっと自宅にこもって、で、防衛軍行きませんかって誘ってるんですけど、いや、今連携してるんでって、なんか毎回断られるんですよね。そんな今、そんな連携売れるのかっていう感じなんだろうけどね。まあ、やっぱり、あれなのね、まあ、内容はやっぱりあの、まあ、前やって、僕がやったパルブッパのね、あの、あれは売れないみたいですね、やっぱり、パルブッパは。やっぱりあの、ちゃんとした、その、体制、例えば呪いガードプラス即死体制だとか、ね、眠りガード、混乱ガードとか、封印ガード、混乱ガードかっていう、ね、ミックスっていうかね、ついた装備は、売れるみたいですね、やっぱり。やっぱ落とさないもんね、ちゃんと狙った通りの装備って。大体このパルブッパなら、もしかして可能性があるもんね。そっちの方が可能性あるよね。いや、まさか眠り杯100とね、はい、混乱60の装備っていうのっていう組み合わせってなかなかどうして出ないからね。やっぱりそういう装備は売れてるみたいですね。ただやっぱりなぁ、もう、結果、あんまりどうなの？いや、やってないから分からんけど、どうなんだろう。どうなんすか？儲かってるんすか？なんかあの、あれだよね、あの、武器とか防具も、あ、じゃあ武器か。武器の方の職人の人たちも、なんかあれだよね、あの、理論値がつかないと、もう儲からないっていう噂を聞いたんだけど。理論値。まあ、中途半端にね、成功がね、大成功が1個か2個ぐらい、ぷちゃちゃん。ついてね、はい、成功しましたってところに行ったところで、あんまり
売れないみたいな、どうなのこれもう。まあ、金使わんでいいかな。ライトプレイヤー万歳だよね。あと、金が、あ、僕、金がには全くないんでしゅって、もう、錬金も何も、ね、職人も何もしないんで、お金が全くありませんっていう人はもうね、こうやって装備ドロップ、こうやって欲しい相手から狙って落とせばいいだけだ。ただ、これもう、なかなか落とさないね。え、逃げてったあいつ。C。あ、逃げてないね。逃げてんの。ただ、魔法か。どうなんだろうね。ちょっと俺このバージョンになってちょっとしんどくなったんだけどね、そのやっぱ金策とか、どうですか皆さん、儲けてますねえ、まあ、楽しいけどな、こうやって装備ドロップ落とすの。おっと、はいって、王者の人に待って、高口くん、高口、俺から装備がもしかして落ちる、いらねえよお前の装備なんて。ちょ待って待って、お前首狩り族なんだから、今回首狩り族を狙ってきたんだから、ちょ本当に落とすなよお前は。いや落とすなよって言った、うえはいじゃんねんってね、お前なんかに落としねえよってね。うわまあ多分そう、まあこの辺だと亡者の人玉と一緒にくっついて出るみたいですね。ああねえ、ピカピカね光った白い宝箱がやっと出てきたって思った瞬間、亡者の人玉のね装備ドロップだったらもう目も当てられんよ本当に。それだけ勘弁してね。いや、マジでね、本当にそういうオチがあるかな、俺ってそういう星の元に生まれてきてるからな、高吉くんって。もう未だね、さっき実はまあ、特訓ポイントをね、と純吉のねレベル上げがてらソードマカブル行ってきたんですよね。はい、ソードマカブルも。で、まあね、まあ、白宝箱を落とすと嬉しいなと思ってね、やってたんだけどね。まあ、1個落としました。じゃないかって。はい、セイクドリックソードのね、なんだっけな。魔法解除、30% とね、攻撃力マイナス5っていうね、圧石の錬金がついたね、はい、セイクドリックソードが落ちましたね。はい、ということでありがとうございますって。はい、いらねえよ、その、何にもありがたくねえよって。もうほんとなんかね、なんかほんと噂でちょっと聞いたんだけどさ、この ID によってさ、まあちょっと あくまでも巷の噂だよ、昔ね、結構昔から言われてる、今はどうなんだろうな、 ID によってさ運があるみたいなね、出やすい出やすくないっていう、なんて言ったらいいんだろうな、この ID を、この高吉くんの ID GQ324578 っていうね、この ID によってそう、なんか、このアイテム落としやすいよとか、このキャラはアイテム落としにくいよとかっていう、ねえ、そういう噂を聞いたんだけど、それ本当なのかな？どうなんだろうね。昔なんか流行ったよね。そんな流行ったっていうか、噂をされたよね。っていうね。いや、言ってる合間に全然白宝箱落とさないっていうね。大丈夫か？振り返る。おっと、おっと、はーい、どうぞ、闇の宝珠。宝珠じゃねえよ、今欲しいのは。何にも欲しくねえよ。装備ドロップか。来た。装備ドロップか。せめてナイトメアリーフだろう。勘弁してくれよ。ねえ。本当だよね。はい、ということでね。ちょっとじゃあ、飛ばしましょうか。おい。はい。ということで、30分終わりましたね。ちょっと待ってね。場所ね。ちょっとこの辺の方がいいかもしれない。F の4から F の3のあたりね。今いる方、いるところ。まあ、っていうのは下でも、下のさっき言ってた F6 とか7とかも出るんだけど、ここの方が3匹、2匹から3匹出る。下の方は1匹から2匹、3匹ぐらいなんだけど、こっちだと一匹で出る確率がない。全然少ない。うん。なんで、F の、そう、やるなら3か4ですね。行ってやってもらえれば、3匹、2匹から3匹。まあ、たまにこの亡者の人玉がくっついてくるんだけどね。まあ、こっちの方が効率いい。結構ね、ここ、すぐ湧くしね。この、
バーサーカー、じゃあ人あれか、人食い族、クビカ族だ。クビカ、人食ってねえよってこいつら、クビ飼ってんだよって、食ってねえよって、失礼だなってね、ほら、黒い顔して俺に文句言ってる。ほら、ほらもう目そらした。あ、あいつ目そら、え、もういいもん、何もない。ご、はい。でもちょっと待ってね、ここ落ち着かないんで、戻ります。はい。っていうことで、はい、チームプレジャーですってね、はい、後ろのケランちゃんがね、はい、叫んでくれてますね。電源は以上です。はい。ここチームアジトですね。はい。オブルフェアにあります。よければどうぞ、チーム加入者、でよ。はい、ということでね、高口ルシルフルこと団長と呼ばれてます。はい、あ、違うか。そう、特訓ポイントが30分で274ポイント。もらいましたね、30分やって。でまあ特訓元気玉使いながらやればまあ単純に2倍しても548、まあだいたい500ぐらいね、特訓元気玉使ってやってもらえれば500ぐらい、30分で500ポイントぐらいは稼げると思うんでね。まあなんていうんだろう、特訓ポイントもうまいのかな。まあうまいっちゃうまいよね。うん、まあ簡単に結構倒されたからね。うん、ではまあ気になる元気玉なんですけど、50万721、まあ60万いかないくらいかな。まあちゃんとした構成とかね、ワンパンでまあ一旦切るとかね、やればね、結構うまいと思うんで、まあ一旦じゃないかな、60万ぐらい。うん、そんなね、ほら、天地雷鳴士の攻撃力ってさ、特技って攻撃魔力に反映するから、僕の攻撃魔力めちゃ少ないんで、そんなダメージ与えれんかったんだね。効率がちょっと悪かったんでね、まあだいたい60万ぐらい、まあ今回は50万、時給50万ということで、時給30分50万ということでね、はい、落ち着いちゃったんですが、まあクイック装備ね、はい、今回そうそう、報酬、今回の報酬、はい、大きな化石8個ってね、はい、解決ウルフの依頼書、あ、ヨルフとバリ4個もらえますってね。あと報酬、いらねえよこんなのバグ、ちょ、ほんとちょ、一つ言っていい？俺ほんと出ないんだけど、マジで装備どういうこと？あ、これちょっと一つみんな聞きたいんだけど、どう？30分でさ、やっぱそんな、おい、高木ちゃん、お前30分ぐらいで文句言うな、そんな落ちるわけねえだろうっていうのか、え、マジで？一個持ちてない？相当悪いね、高木ちなのか、どっち？みんな。ちょっと教えて、本当に。俺、マジで出ないんだけど。本当に。なんだろ、この白宝箱。まあ、みんなはね、みんな、僕みたいにね、この運が悪くないと思うんでね、ポコポコ出ると思うんですけどもね、ポコポコ出るの本当に。ちょっと怪しいもんだな。まあ、あのね、クイック装備とね、クイック装備、ね、あと、まあ、盾か、シャーマンシールドが別に欲しいなっていうね、目的で行く人は結構うまいレベル上げ。まあレベル上げも結構うまいと思うよ。まあ気分直しにね。僕ブチスライムしか行ってませんとかね。この間、はい、僕ソードマカブラしか行ってませんとかね。はたまたね、珍しいと、マットファルコ俺行ってるぜとかね。そういう人？うん。まあちょっと気分直しにね、首狩り族でもいかがでしょうか。はい。マッチって一個も出んかったんだけど、本当に。ありえないな。ということでね、団長こと高吉ルシルフルは一個も出なかったという ね。チュンちゃん、ちょっともうマジで助けてってね。はい、すいません。はい。ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。またねー。バイバーイ。